アマンジーヌ・ブルジョワは、フランスの歌手である。2008年6月にポップアイドルのフランス版、ヌーベルスター第6期で優勝したことにより、歌手としてデビューした。2013年5月に、スウェーデン・マールメで開催された2013年の、ユーロビジョン・ソング・コンテストにおいて、フランス代表を務める。1979年6月12日、アングレムにてギタリストと看護師の娘として生まれる。 父親の影響を受けて、ベースギターなどを演奏し、ニース地方音楽院に9年間通う。16歳の時にロックバンドを結成して活動する。その後イギリスやバレアレス諸島の高級ホテルに、勤務するが、再び音楽の道を志して、トゥルヌフユに移る。アルビ、ガヤック、トゥールーズなどの近隣都市を活動範囲として、ロックバンド、テス、およびファンクソウルグループ、 ジアとして活動する。2003年、トゥールーズにて、エレーヌ・ロレのアルバム、トゥアネ・ラ・ページの制作に、ボーカリストとして、全面的に関与する。その後、バンド・ゴールドのコンサートに加わったり、2005年のミュージカル、レキャスティングや2006年のロックオペラ、ザ・ウォールの主演を務めるなどする。グループ、ジアでのロック及びブラックミュージックの活動はその後も、続いた。また、 ギヨームスランやジェアメジといったアーティストと共同して、アルバム、トデスターズの制作に当たった。2007年、マイスプイス上の特設サイトを通じて、オーディション番組、ヌーベルスターに挑戦、トゥールーズでのオーディションを経て番組への出場を果たす。その後決勝まで勝ち進み、2008年6月11日に、アマンジーヌは優勝者となる。ソニーミュージックと契約して、アルバム、 20平方メートルを発売全国をツアーする。2013年1月22日、フランステレビジョンの内部選考により、ユーロビジョンソングコンテスト2013のフランス代表に選出されたことが発表された。2013年5月にスウェーデンの丸目で開催される同大会にて、フランス代表として代表曲、エル・アンフェア・イモアを歌う。ありがとうございます。